はい、じゃあ今日はね、かぐや姫の、もう一曲ね、妹という曲がありますが、神田川とね、赤ちょうちんともう並び称されるような、まあ、有名な曲ね。感じの、曲で、これまあ今ねカポ4にして G で弾いてます。これ原曲はね、カポ2の C、D、まあここで歌うと高いんでね。妹よ、襖一枚隔てて今小さな寝息を妹よ、まあ、こういう歌ね、でまあ、まあ簡単な曲です。そんなにね難しくない。なのでまあ G からいくと妹よ、まあこういうねこう下がっていく、まあ、C でいくとこういう感じでね。G なんでここからいくと、こうなるよね。ここから下がないんで、妹よ、襖一枚隔てて今小さな寝息を妹よ、お前は夜が明けると雪のような花嫁衣装着るのか。こういうのが入ってたり、あとね、こんなんとかね、花嫁衣装着るのか、妹よ、ね、で、まあまあ今ねこういう風にこう。まあ、最初歌い出しこんなんでね、これはなんかね3番か、4番まであるのかな、なんでまあ3番ぐらいからこう3フィンガーにしたりね。妹よ、父が死に母が死にお前一人、お前一人だけが心の気がかり。でまあ、最後はストロークにしたりとかね。でこの3番と4番の間になんかちょっと感想があって、妹よ、あいつはとってもいいやつだから、どんなことがあっても我慢しなさい、そしてどうしてもどうしてもでもダメだったら
帰っておいで。ここでためまんねんってね。妹よって終わるという、でまあこの間奏の部分、まあ、G でやるとこうやってだけですね。で E マイナーにして、で A マイナーにして、で D7 にして、で G にして、こういうね。でこれをここをね、さっきこうやって押さえたけど、この方がやりやすいね。で次 Em なんで、この6弦のベース開放、全部開放になる。で次 Am はここ3つ押さえて、で次 B7 ここで、ここで B7 で Em に戻って、まあまあこうしてるだけですね。でこれまあ C でね、 C のキーで弾いていこうと思うと、C から A マイナーにて、で D に D マイナーにて、で G にいて、でここでさっきよりオクターブ落として、C で行くとね、ここでオクターブ落とさないとね、あの高くて弾けないと思うんで、でこれ E7 で、で Am に行って、ちょっと高すぎますけども、まあ大体こういうね曲ですよね。あの割と簡単に、こう G で弾いていけば、まあ、メロディーをね取っていくのも、ここはね、E マイナーから次 B マイナーに行かなあかんので、もうここをね、人差しも先っぽで行かなくても、もう制覇する形でこうやらないと間に合わないんでね、ここをこう人差し、あの先、指先で行くとパッと変えなあかんでね。だからパッと変えていいように、もうこの、もう最初にここ、こういう風に、でまあ Em はこれ離しててもいいんでね。でまあ Am もここ3つ押さえて、でまた B7、ね、B7 まあ B7 ね、ここでやってもこうできるんだけども、まあ、Am からここ、こうね、こういうのが多分ここでやるとできるんだよね、作り方を書いてゆけってね、thank you.
ちょっとね、かぐや姫の妹という曲を、ちょっと説明しながら、説明になってるかどうかわかんないけども、まあまあ簡単な曲ですよね。まあね、ストロークでも別にいいし、まあ、ずっとね、まあ、こういうね、こうやって弾いてれば、あの普通に歌を歌う分には全然問題ないかと、思いますね。まあ、ちょっとざっくりとやってみました。かぐや姫で妹ということです。はい。